候危機は現代における最も緊急かつ地球規模の問題です。温室効果ガス排出量の増加は気温の上昇、氷河の融解、異常気象を引き起こしています。そのためカーボンニュートラルは気候変動と戦うための鍵であり、2015年のパリ協定の中核的な要素となっています。しかし温室効果ガス排出量、カーボンフットプリント、カーボンニュートラルといった用語は実際には何を意味するのでしょうか。二酸化炭素などの温室効果ガスは地球の大気中に熱を閉じ込め、地球温暖化の原因となっています。製品やサービスのカーボンフットプリントとは、そのライフサイクル全体を通じて生成される温室効果ガスの排出量を表します。カーボンニュートラルとは、大気中に排出される温室効果ガスと大気中から除去される温室効果ガスのバランスを取ることを意味します。カーボンニュートラルの目標を掲げる国や企業は増えています。このような世界的な機運を受け、私たちは新しくペーパーワンデジタル 80GSM カーボンニュートラルを導入しました。この用紙はゆりかごから墓場までのライフサイクルアセスメントに基づき、 SCS グローバルサービスによってカーボンニュートラル製品と認定されています。これは木材繊維の供給元である植林地の持続可能な管理、製造工程、完成品の廃棄やリサイクルといった使用済み製品の選択肢など、製造工程のあらゆる段階を考慮し、製品のライフサイクル全体を通して環境に与える影響を測定するものです。認証されたカーボンニュートラル製品を使用することで、企業は持続可能性へのコミットメントを示し、この世界的な取り組みに貢献することができます。また個人としても変化をもたらすことができます。持続可能な方法で生産され、カーボンニュートラル製品として認証された紙を使用することで、個人の二酸化炭素排出量を抑え、気候変動の影響を緩和することができます。より環境に優しい未来を作るために、ペーパーワンデジタル 80GSM カーボンニュートラルをお選びください。